おはようございます。チケット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。生活習慣が比喩に戻りましただからどういうことかっていうとね、8時に起きたらもう寝れへん健康的にいいことだよ。二度寝したいけど寝れねえまあでもまあその方がいいのかな定期的にこの手の話でさ、リアルが出てくるからな。いやー、なんかある意味さ、僕の飼育日記みたいになってんね。ティラマタ飼育日記。最近の動画でも説明した通りですね、使ってない技、使ってないモンスター、まだまだたくさんありますよ。300超えてもね、まだまだ使ってないもんあるんじゃないですか。シルドーガドーメ玉とかね。どちら様、何の技、俺もよくわかん。マイナーモンスターとかよく使ってたじゃないですか。第3の技で使ってねえ技ってあるよなーって思って。しかもそういうのって実況者もあんま使わんのよね。特に今回シール動画なんて、まあ動画連何2回目ぐらい出てきたんじゃないかなみたいな今回は第3の技、僕の動画のサムネになったことは少なくともないであろう第3の技が出てきました。まずこの魔封じの杖というねマイナー技の、いくぜ、大回転して、ノウテン一撃性の、はい、割と強いんだよねこれ。追加効果は混乱するんですよ。まあ、しなかったけど、あ、充血した、いきます、いきます。怒っちゃった、いくよ、メカラビーム、クソで、充血します。これはもう原作再現ですよね。あ、目玉が充血します。え、どういうことかっていうと、あ、今これいいね、あのね、マッスルダンスと同じ効果ですテロップで出しとくまあ一応テロップで一応出しとくけど、大した効果でな、やるね、大した効果ではない。さあ来ました、第3の技、鉄壁の守り。行くぜー、来い、仲間の盾に大きな盾を構えている。さあ、大きな盾を構えています。仲間の盾になるとは言いましたけど、そういうことではありません。そういう意味でもありません。これは一体何なのかって言いますと、確か鉄壁カウンターっていう特殊技ですね。シールド動画のみが持つ鉄壁カウンターという特殊技です。おっと、飛び上がって、体当たりアストロン、ドン。今回のチームは、何、火力なさすぎない。まあ、ちょっと面白いのが、鉄壁の森って、あ、いいね、なるつもりです、いくぞ、カモン、素晴らしい、これよく言った。これね、面白いことがあって、キラーリカントみたいなことなんですよ、言っちゃえば。どういうことかっていうと、全体攻撃が来てくれればいいんだけど、全体攻撃をするやついないな。あ、来た、来ました、脳天一撃大混乱です。強いね、うん。でも主人公でやらん、あ、いいね、シルドーが来ました、反撃カウンターいきます、鉄壁の守りいきますよさあ行け、鉄壁の守りが入りました。せーの、どういうことかっていうと、勇気がね再び溜まるんですよ。守りを固めた、どういう技かっていうと、守りを固めます攻撃を受けるたびに、お、いいね、いったったキラーリカ、でもある意味これはキラーリカと同じですよ。攻撃を食らうたびにこのカウンター配点が入るんですよ、すごくないですか確かに、さらに守りを固めたじゃなくてさ、君もこれさ、一つで言いたい。もうね、俺ね、今ね、錯覚してんだけどさ、錯覚してる、いや、事実だと思うんだけどさ、バトルロードの大魔王攻撃絶対できないだろ、こいつら。脳天一撃は威力の高い大混乱攻撃なんですよね。まあ、僧侶に許された技ではあるんですけど、まあ、どうだろう、実際問題使えるかというと、そうでもない。まあ、一見するとシール動画って、あ、いいじゃんって思うじゃないですか。これ、キラーリカントと同じ、これ、いいんじゃねって思うじゃないですか。シール動画には大欠点があって、テンションカウンターと違い、まず必ず先制してないじゃないですか。ああ。えそういう意味じゃない。必ず先制するわけじゃないんですよ。はい。で、かつ、シール動画の素早さで行動するんですよね。その関係上、素早さ5のシール動画が、鉄壁の守りを、
先生でできるかっていうとかなりきついという、もう3人浮かれてますからね。なんだったらこうやってで今さら鉄壁の思いつますからあのところでお前何してんの、盾になるつもりです。仲間の盾っていうよりそれは自分の盾あんなシールド構造と同じやってること一緒なんだがちょっと待って4ターン目で全然削れる気せえへん。おいくぜもう何してるのねいや使いどころかどう見てもバトルロードで使う技じゃないってことは確かですね。私が言えるのはどう見てもこのこのチームに至っては間違いなく大魔王戦に挑むチームではないような気がする。よりによってさ、鉄壁の方にそっち変わんのね。氷の吐息が変わるんじゃないのね。シールドクラッシュが変わっちゃうのね。なんかさ、すげえね、泥試合。お、来た！魔法トーン！魔法陣の杖なんでね、魔法トーンにもなりますよ、そりゃ。ほい！その意味は？果たして魔法トーンする意味とは？魔法トーン確かに、このゲーム使い手は少ないっすけど。あ、仲間盾になります。なんでせめてさ、先制発動してくれればな。まあ、ちなみにもうわかると思いますけど、これがめちゃくちゃ強くなった場合が、キラリカンドですよね。先制してカウンターして、みたいな。HP が半分以下にならなくても充血できるんです、この子。背面、オーメンカスみてえダメージでどんな。勇気溜まってもうたかな充血しているちょっと待って、俺一つ言っていい味のね、動画になりそうだ。なんで一戦目でとどめの一撃撃ってんだよ。まともな火力源いなさすぎない？火力低いオーメンでしょ？仲間の盾になるんでしょ？何がしたいのこのチームは。いやまあ、僧侶の魔封じの杖は、脳天一撃と魔法トーン。確かに、弱いわけではない。対人戦だったらそこそこ強いんじゃないかなって思うんですけど、もだ。主人公の強みってなんだと思ったらさ、どっちかっていうとステータスの暴力じゃないですか。ね、レベル99まで上がったさ、戦士や魔法使いでのね、高い魔力とかを生かして、ガンガン攻めていくスタイルの人が多いんじゃないかなと思うし、僕もそうだと思うんですよ。もちろん耐久するのもいいんだけど、少なくともこの 0.1 撃の杖はね、割と何をしていいのかよくわかんない。力の数値の割には、脳天一撃、確かにね、おーストローンそれは。ラリホービートで意外とおバカさんだったのね。確かによくてか、大目玉、お前動いたな。おぉ。さあ、素早さ5のシールドが先制できるわけもなく。素早さ5って連帯遅いからね。魔風杖で、うなりを上げる脳天一撃性の。そう、割と強いんだよな。割とそこそこ出るんだし、大混乱もするけど。するんだけど。するけど、みたいな。なるつもりです。これ、なんだろう。構えの時に、まあさ、なんだ勇気が溜まることはええんだけどさ。だから悩んでんっていう感がすごいのよ、俺今。しかも、よりにもよって氷の吐息が残ってるしな。脳天一撃せろ！おーおーおー、そもそもレベル99のソウルでさ、脳天一撃270だとさ、通常モンスターレベルというか。できればね、通常モンスターで脳天一撃と魔法トーンができるようなモンスターがいたら、割と強かったかもしんないね。ゲモンとかだとね、ちょっと惜しいとこまで行ってんだよな。サイレスが似てるかな。サイレスとかの場合は、わしづかみで行動不能と魔法トーンだから、あら、かわいい。サイレスが近い存在なのかな？サイレスを武器にした感じです。主人公に持つ必要性は果たしてあるのでしょうか？盾になるつもりです！なんだこの戦いね。ちょっと、今日何なのよ。まるで攻撃できる気がしねえ。対人ならじゃあ輝けんのかって言ったら、はてさてみたいなとこあるからな。オーメン？オーメンが全く動く気ないんですけど。オーメン動く気ないな、お前。しゃあねえな、氷の吐息でもするか。シール動画のさ、鉄壁の森ってさ、NPC でも使われることないんですよ。なんで、かなりマイナーモンスターですね。シール動画そのものが敵として大会まで出ることは出るんですけど、まあ、どっちかといえばザコッパというレベルですね。あ、バトルレスじゃないか、こいつ。すると思ったけど、そのうち。むしろ今までなんでしなかったんだ、お前、バトルレス。ところで、1400の HP をまだ削れてないってことかい。つまり、俺らは。なあ、勘弁してくれ。あ、オーメン起きた？おはよう。オーメン行け！攻撃の仕方が可愛いな。さあ、縦からね、
盾から、氷が出ます。あんま強くないっすギガスラ圏内の盾、まあいいでしょうしかしなんだ、僧侶のチームの動画って特に、ま、僧侶って対人向けの職業ではあるんですよね。うん、チキン戦法が得意なんで。バトルロードは明らかにこれは場を間違ってるとしか言いようがない。おや、合体モンスターですねこの動画続きませんよ、いよいよ続かなくなっちゃったか。ま、勝てるとは思うんだけど、あれ確かこいつ最強のドラゴンって言ってた気がするんだけど、気のせいだよ。ドラゴン、ダースドラゴン、キースドラゴンが3体揃うと、まあ最強のドラゴンとか言ってるギガントドラゴンなんですけど、まあ弱いっす。なんだったらそいつらの合体モンスターの方が強いっす。さあやってみましょうや、合体モンスター。まあ勇気はもうすでに溜まってるんで、ほぼほぼまあ罪の状況ですね。勝てますね。はい、目玉充血弱ーわ嘘でしょ。充血さあ、これもうちょっと技能力上げたってよかったんじゃない。原作だったら大目玉って目からねすごいビーム出すんですよ。会心だったかな。うん、ほぼほぼ痛恨の一撃みたいなビームが飛んできて散っていったら、来た魔封じの杖の杖とこ来たな来ましたね、魔封じの杖の強いところ。大混乱は普通にメダパリーマだからね、言っちゃえば、言っちゃえばさ、メダパリーマだからもう刺さる相手には本当に刺さる。対人で輝けるんじゃないかなっていう感じですね。対人で、うん。大魔王に呼んだら多分粉砕の一撃されるだけだと思うんですけどね。まあ、これは。じゃあそっち行ってみるか、おう。いや、脳天一撃割と頑張ってる。割とこいつ頑張ってる、脳天一撃が。すごいよ、メダバリーマってやっぱいいんだなぁ。うん。固まるぞ、アーストロン。チーム構成的にも、大目玉が96の素早さで先制して、なんとか白動画に攻撃がいけばって感じですね。あ、やばいわ。やばいな。まあ、主人公は基本狙われるでしょ、この時は。うおん、弱っちょっと待って。ギガントドラゴンも相当弱いな、これ。なんだろう。ちょ。なんだろう。すげえ、テレビの争いを見てる気がする。あ、はい。素早さ5。な、守り行くぜ、鉄壁の守り、中村盾になるつもりです、タコ狩り。なおい、なんだタコ持ち合いは今。結局こうなっちゃったよ。多分、これ大魔王言ってもまるで打点ないんで、どうしようもないんで、じゃあ、普段とちょっと変わって対人の方に行ってみましょうか。先見えるけどね。よかろう。モンバトとは何かを教えてやろう。なんだ異物が3体出てきたけど。脳天一撃で大混乱。鉄壁の守り。で、アストロンなどを生かすのであれば、火力の高いモンマスの攻撃をしのぎ切ってね、勝つことも不可能ではないという理論でいきたいと思います。よろしくお願いします。はい。なんで相手は超火力で攻めてきますよ。かつ、HP はちょっと低いけどね、みんなギズモメタハン、魔怪獣みんな耐久に優れてるんで、まあ、削り切りは絶望的ですね。さあ、モンマスに耐えきれるか。よく走ったアーストロン、ドン、トーン削り切り絶望的や言うだけどな。まあ、でもよく大目玉が先制したわ。96の素早さよく先制しました。デイネス、おーチームコンセプトに噛み合う、あ、来た、え、素早さ5先制した。来ましたね。鉄壁の守り。さあ、鉄壁の守り、勇気を貯めます。勇気を貯めます、ここで。攻撃、仮にシローガーされば、さらにね、テンションカウンターの理論に溜まっていくんで、勇気勝ちできるかもしれんぞ、マジで。で、脳天敵で大混乱狙ってください。せーの、ダメージを期待するな。ほら、いた、あ、いた、でも。おお、おお、お、大混乱のいいところっていうのは、あ、シローガー、いいね。いいね、いい。いいぞ、え、いいぞ、おん、なんだ強いのか、このチーム、なんだ強いのか、もしかして、え、勝てんのか。さあ、鉄壁の森カウンター、鉄壁カウンター入りました。シール守備力上がりました。守りを固めた。大混乱のいいところっていうのは、普通の混乱としか戸惑い攻撃が発生しません。まあ、メダパリマだから状態異常と一緒っすよね、簡単に言えば。誘惑能力とかのでね、状態異常と一緒なんで、理論は。さあ、勇気は今のところアストロン使ってもこっちが勝ってるからね。いい感じだよ。あー、でもダメだ、モーメン、あー、モーメン
ンが狙われてるって。こうなるときで、そう。96のスパースって遅いからね。突進から、スクリューホーやめて、あ、でも、うわあーダメだダメだ削り切られちゃうこれ、そう。かく、96って遅いよ。255のあいつだなと思うかくな。俺行くぜ !160! ギズモ160が一番遠のもしかしてお前か。さあ、デインが逃げ切ってないですね。やばいですね。ドワッ、まあ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 、オッケーオッケーオッケー、まだいい。最、こうなると厳しいな。アストロ、38! どうすりゃええのよ。さあ、今頃動くな。鉄壁でも、素早さが5、さすがにさ、このゲームって素早さランスがすごくって、はぐれメタルの上からデンタが先制するとかもあるよ。5はちょっとな。5はちょっとな。さあ、勇気の逃げ切りで ね、勝ちたいっすよ。ね、勇気の逃げ切り勝ちましょう、ぜひ。さあ、シンガリフ、勇気様で。でも勇気が同等になってますね。アストロンのせいで。主にアストロンのせいで、勇気が同等レベルじゃちょっとやばいね。相殺されて終わるね。うん、オーメン逃げないね。大丈夫ね。オーメンちょっと頑張って。ワンチャンあるか、ワンチャンある、ワンチャンない。いや、ギズモ、なるほどね。ギズモ封じないと意味ないけど、魔怪獣ってスクリューホーンだからどうせ。あれ削り切られるような気がする。頑張れ、あやかん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 、あれ ?550?550? あれ ?HP それ半分やったら怒りますよね。いけ、ほら !100! あれ ?551 ってさ、例のアロラインじゃないですか。あれ、お、え、ちょっと待って。避けろ、これ避けなあかん。これを避けて、まずギガデル乱数に持っていこうや。頑張れ、あ、別にしたじゃん、ダメダメなもんはダメだよ。